こんにちは、ハイジーです。今日は誰もが一度は言ってみたいセリフ、この店で一番高いやつください、その夢を叶えにファミリーレストランガストさんにやってまいりました。メニューを開くと見た目からして美味しそうで、しかもお安いメニューの目白押し、どれも600円台から高くても800円台に収まっている印象。そんな中一番高かったのはこちら、サーロインの柔らかグリル大葉おろしの和風醤油ソース1299円。思った以上にリーズナブル。さあやってきました、こちらがガストさんで一番高いメニュー、サーロインの柔らかグリルでございます。これは美味しそうすぎてテンションマックスって、顔が死んでる。テンション上がりすぎると一周して逆にこうなるよね。早速お肉を切って断面をチェックしていきましょう。ご覧のように結構しっかり焼かれているようですね。切ったお肉をソースにつけて、ご飯の上でバウンドさせて、口元に運んで食う。めちゃくちゃいいステーキというよりは、柔らかいいい生姜焼きといった感じの食感でしょうか。これはこれでうまい。あと間違えてキッズ用のフォーク使ってた。さあ今度はいよいよ大葉おろしを添えて、ソースにつけてバウンドさせて食う。これはうまい。口の中で絡み合う肉汁とおろしの汁がたまらない。さあ続いては贅沢2段重ね、行ってみましょう。このお店で一番高いお肉を惜しげもなく口の中に放り込む。溢れる肉汁は倍の量になるものの、大葉のおかげでどことなく上品に収まり、食べ応えがありつつしつこくない味わいになっています。付け合わせの人参も当然うまい。この枝豆は皮ごと食べていいやつなのかな、多分いいんでしょうね。あ、うまかったうまかった、あ、よかったよかった。カッシュドポテトは顎を隠しやすい、このまま食べちゃおうかなって、やっぱり顎出てきた。で食ったうまかった。さあ最後は脂身さんにちょっと残しておいた大葉おろしを乗せて、これをくるっとくるんでソースにつけて食う。個人的に好きな脂身の食感はそのままに、しつこさが抑えられて、この食べ方はありかもしれません。美味しくてあっさり完食。今日のステーキ、一言で言うならプロの写真家。根が張るのが当たり前です。